はい、こんばんは、もこじです。お久しぶりでございます。なかなかね、この冬場は釣りも行けんくって、行っとってもね、全然何の反応もないしっていうところで、今回は、またまたポチリ動画なんですけど、またね、今月の19日にドレスさんの方からメール入ってきて、でそれで今月いっぱい28日までっていうところでのね、あの10日間、19日から28日まで10日間っていうところのね、特売っていうところがあったんでね、それで思わず飛びついてポチっちゃいました。でね、まず今回ポチったのは3点、総額で7950円になります。まあね、後で価格も個々に紹介はしていきますけど、でまずね、一番でっかいやつからいきますか。これです。こいつなかったのか、つらんかな。ユーティリティハードケースの L のタイガーでございます。で、今ね、もう袋から出していっちゃいますね。で、これを今自分が購入したのは、この中にね、あのルアーをボロボロこの中に一括で入れたかったんですよ。で、今まではこんなやつね、これなんかあのドリンク買った時のおまけについとったやつね、こんなやつあったんで、もらったやつにこうね、こうパック詰めして、メーカー別に OSP とかで、これは一世とかね、こうやってあの入れとったんですよ。でこれをずっとね、あのボックスの中に入れて持っとったんですけど、でそれをね、あのこの中に全部入れちゃいたいなと、まとめて1個にしたいなっていうところで、たら楽じゃないですか。なんか変な出てきた。で中はこんな何にもない。でここにね、あのチャックついてます。で、間仕切りがね、マジックテープの間仕切りが2枚、ベリ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 、このやつね、2枚ついてます。これをね、こんな感じで、今適当にちょんちょんってつけたけど、こんな感じでどこでもつけれるんでね、ここにメーカー別にしてルアーを入れたりとか、あとでね、またあのこれはあの場所変えてまたやります。でこれがね、お値段の方は定価で4100円のやつを、これはなんと2500円です、今回のセールで。っていうことでお安くないですか。一応ね、あのこれをまず1個、そして次はこれです。どれか出してみます。タクティカルレッグバッグ、これもです、2個目です。今までね、1個使っとったんですけど、で今回これがあのレッグバッグね、あの気に入ってずっと使ってるんですけど、これは今回なんか新色らしいんですよ。ティカルレッグバッグ、あ、ベルト変わった。あ、このベルト前回のやつよりも硬くなってます。
前のベルトもっとふにゃふにゃやったんですけど、こうやってもなかなか硬いじゃないですか。あ、このベルトいいですわ。このベルトは変わって正解やと思います。で、色はブラックカモでございます。なるほどね。あれ、なんかちっちゃい気がする。1個ぐらいあるか。なんかちっちゃい気がするんやけど、気のせいかな、色合いのせいかな。よいしょ。これが前のやつね。これが今のやつ。一緒か。こんな感じです。うわっと引いたらこんな感じね。で、今後ね、今はこうやってね、いろいろ腰周りにつけてやっとるけど、これを、これからマガジンは、両サイドにつけて、やります。これもね、また今度現場証拠の時に、ご紹介できればなと思って、ちょこっとずつ、あ、なんか折れとるやん、ちょっとしたらダメやん、ちょっとずつちょっとずつ変わっとるところ、あんまりいいか、まあ大体一緒かなっていう気はします。なんでね、物は大体作り的なものは一緒なんで、一番今回のこれで色変わったのは、色をがまず変わったっていうところね。ブラックカモで色が変わったっていうところと、あとはこのベルトさんがね、前のやつはふにゃふにゃのベルトやったけど、今回は硬いベルトになってます。しっかりしてます。まあね、自分は今まで使っとったあっちのね、もっとこの幅の広いやつ、このベルトはこのベルト交換します。で、前のやつにつけてやるような形にします。押して、あ、これのね、お値段はタクティカルデックバッグ5200円の定価が3800円ですね。結構お安くなってるでしょ。そして、あと、もう一個ですよ。じゃん。これはリールスタンド。これはダイワとシマノの共用のやつです。で、これは今これをアブにつけるつもりしてます。で、これの色合いはね、このゴールド、上のここのところがね、上のところがゴールドと下がブラック。これはシマノのツインパワーの色に合わせたやつのタイプです。こんなやつね。で、これをまたつけて、で、もろもろね、今この3個、まあ、レッグバッグは、まあ、現場の方になって、ご紹介になると思うんですけど、今、あとこれはセット、リールにセットして、そして、このユーティリティハードケースは、後で、ルアーを全部この中に入れて、またご紹介してと思います。それでは、もろもろ、やっちゃいます。はい、それでは、はい、今ね、まずは、こちら。どうしてもね、これ、オリジンのやつなんですけどね、リールスタンド。うん、こちらの方ね、セットしたんで、今、見てください。今ね、このアブのこのロッドに、これはアブのロケットです。それに、こうやってつきました。
こんな感じですよ。どうですか。ね。このロケットもゴールドと、なんかね、本当のブラックじゃないけど、ちょっとね、あの黒っぽいボディなんで、そんな違和感ないと思います。こんな感じでね、あの、シマノダイワの共用のリールスタンドやけど、こうやって、つきます。大丈夫ですよ。しっかりついてますよ。でね、あの、うん、置いた時にね、スプルとか、ガチンと傷つかんようにっていうところでのやつ。で、ね、これ、さっき、値段言ってなかったね。このね、リールスタンドは、定価が3000円。なんですけど、今回は1650円。1650円で購入してます。ね、もう半額近いよね。っていうところと、で、このリールスタンドもう一個あるんですよ。こっちも、レボなんですけど、はい、こっちのね、リールは、アブの MGX のシータってやつです。でね、この、ここ赤いんで、これは合わせて赤にしてみました。これもドレスのやつです。こうやってね、これでしっかりとガードできてるんで、こっちもしっかりちゃんとついてますよ。はい。これなので、このリールスタンドは、これで1650円。今回ね、購入っていうところと、あとね、ちょっとカメラアングル変えて、先ほどのユーティリティハードケースをどういう風にしたかっていうところをね、ご紹介しますんで、こちらのユーティリティハードケース。ここにね、前は、こういう風なのを、これを使って、こういう風にしてここにワームを収納しとったんですけど、今ね、それを全部、こちらの方のワンボックスに、ユーティリティケースに全部入れました。じゃあこれちょっと開けてみますね。はい。こんな綺麗に入るんですよ。というして、このパックがちょうどこうやって横向きに入るんですよ。これってなんかちょうどじゃないですか。なかなかね、このサイズっていろんなもの探したけど、なかなかないんですよ、ここの。やがて20センチ近くなるんですけど、このね、マクジーの、手だいたい20センチなんですけど、こうやってね、ここ18センチあるんですよ。ここがね。で、こういう風にして綺麗に収まって、1個になって、っていうので、ちょうどいいじゃないですか。っていうのが、今回やりたかった、ね、本当のドレスのこれ。これは縦のね、ここもこう持つとこあるし、持てるし、ここでもこうやって持てるんですよ。縦でも横でも持てる。でね、ここに、この紐掛けみたいにね、D カンついてるんで、ショルダー、ここに紐掛けたら、ショルダーにもなります。で、なかなかいいじゃないですか。で、ワームだけじゃなくね、いろんな他のものを入れたりとか、タックルを入れたりだとか、リールね、保管して余分なやつを持て、スペアを持てたりだとか、いろんなことにできると思います。なんでね、キャンプなんかにもこれ使っとるね、人たちもいるみたいなんでね、なかなかいいと思います。これでここね、すっきりしましたよ。はい、というところで、今、リールスタンドと、それから、トランクカーゴの中に入れる、ワームの収納がね、このトランクカーゴの中のこの収納と、から、ワームの収納のユーティリティハードケース。
っていうところをね、あのメインでご紹介しました。で、次回はね、こちらタクティカルレッグパック、こちらを今ね、袋から出してやっとったんですけど、ちょっとね、まあ、個人的にんって思うところがあったんで、これは次回、今まで使っとったこのレッグパックと比較動画としてあげたいと思います。それではね、今回はそういうので、またドレスからね、3点レッグパック、そしてユーティリティハードケース、そしてリールスタンドね、この3点をポチりましたっていうところでの報告とご紹介のね、まあセール28日までですよ。気になる方はね、ポチポチにそれではね、もしよろしければまたチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。じゃあバイバイ。